APG カップ第2戦、続いてのコース上はアバンティの決勝1のスタートとなります。さあ、それではこのクラスもドライバーご紹介してまいります。まずポールポジションですけれども、こちらはゼッケン30番ワイズバックヤード田中悟選手です。田中悟選手は前回のレース1戦2戦とすでに今シーズン2勝を挙げています。2連勝中の、ゼッケン30番田中悟選手、第3戦もポールポジションです。続く2番手のグリッドから、前回までは X30 のレースに出ていらっしゃいました13番の中森武春選手、武蔵野カートクラブ中森武春が今回このシリーズでアバンティに登場です。2番目の41秒684のタイムをマークしているのがゼッケン13番中森武春です。そして3番手のグリッドからがゼッケン6番オートファクトリー小田光陵選手がスタートです。小田光陵選手は第1戦は第2位でした。そしてその後第2戦第7位の成績を残しているのが、ゼッケン6番小田光陵です。4番手のグリッドです。4番手のグリッドはゼッケン1番ワイズバックヤード浦田勲選手がスタートです。浦田勲選手は第1戦が3位、そして第2戦第2位の成績となっているのがゼッケン1番浦田勲です。5番手のグリッドはゼッケン11番ゼッケン11番今田文彦選手がスタートです。今田文彦選手は第1戦第5位でした。その後の第2戦は第3位といった成績を残している11番今田文彦です。6番手のグリッドはゼッケン10番になります。新田圭介、新田圭介は1戦2戦と4位が2回続いています。4位といった成績を残しているのが6番手のグリッドからの新田圭介です。7番手のグリッドがゼッケン3番長尾幸春、長尾幸春選手は昨年 APG カップアバンティクラス出場しておりまして、シリーズ第3位の成績を残しています長尾幸春選手です。8番手のグリッドからがゼッケン8番ゼッケン8番畑野忠選手です。第1戦第7位の成績となっている畑野選手。9番手からがゼッケン12番アステック川崎淳二選手がスタートです。10番手からがゼッケン2番昨年このアバンティシリーズ第2位の成績の浅野健二選手。11番手からがゼッケン21三島茂則、12番手ゼッケン7番鶴田雄一、そして13位にゼッケン5番菅原智之と、以上、13台でアバンティの決勝戦14周のスタートです。14周の決勝戦です。アバンティはローリング1周でスタートといったことになるでしょうか。コース上13台の車両です。スタート注目です。あ、ここは1周で綺麗なスタートが切られました。アバンティのところ、田中悟、中森武春、小田光陵と上位順位変わっていません。オープニングラップです。4番手には11番の今田文彦が上がっています。5番手浦田勲、4位と5位、ここの順位が変わっています。田中悟、中森隆春、今田文彦、小田光陵、浦田勲、新田圭介、長尾幸原、畑野忠、浅野健二、川崎淳二、そして11番手三島重則、12番手菅原智之、13番手鶴田雄一です。
2周終了、3周目トップを走ります。30番の田中悟、早々41秒973と、先ほどのタイムアタックの時よりも早いタイムをマークしています。41秒、973。あっという間にこれで3周終了、4周目。田中悟、中森武春も41秒台です。1位と2位の差0秒9。再び3番手には6番の小田光亮です。そして4番手今田文彦、その今田文彦をかわして1つ上がったのが1番の浦田勲です。さあ4位にゼッケン1番浦田勲が上がっています。5番手今田文彦、6番手新田圭介。さあそして3位と4位がまた変わったコース上、11番今田文彦が小田光亮をかわして第3位に上がっています。1番の浦田勲は第3位、そして4番手、小田光亮、5番手今田文彦です。4周終了、5周目、田中悟、そして中森武春、浦田勲、小田光亮、今田文彦、新田圭介、長尾幸春、畑野忠、浅野健二、三島重則の順。でこれで5周終了。1番の浦田勲選手も、それからゼッケン6番の小田光亮選手も41秒台のタイムを出しています。これで6周終了、1位と2位の差 1秒6です。さあ今 S 字を走行していますが、ステップの12番の川崎順次のタイムが47秒台に落ちています。あ、そのペースが落ちていた12番川崎順次、ピットロードに入っています。まもなくレース半分が終わります。残りあと7周、30番の田中選手、そして中森選手、浦田選手、小田選手、今田選手。7番の鶴田雄一選手、5番の菅原智之選手が通過、11位12位が通過です。1位と2位の差1秒7あります。さあ再び激しくなってきている3位争い、浦田勲と小田光亮の3位争い。さあここは小田光亮が第3位に上がります。小田光亮、浦田勲、そして今田文彦、3位が入れ替わっています。3位と4位が変わっています。ピットに入りましたゼッケン12番の川崎順次選手、正式リタイアが発表されています。九州終了、10周目、トップ変わらず30番田中悟、3位争い、ここも小田光亮、浦田勲、今田文彦の順は変わりません。
6位に新田圭介、7位が長尾幸原、8番手畑野忠志、9番手浅野健二、10番手三島重則の順。さあ再び1番の浦田勲が第3位に上がっています。3番手浦田勲、そして4番手小田光良、5番手今田文彦、順位が変わっています。残り4周、1位と2位の差3秒以上あります。先頭から、第3位の浦田選手までの差が4秒6、ワイズバックヤード30番田中悟先頭で間もなく11周終了、独走です。完全に独走。さあ3位争いは浦田勲、小田光良、今田文彦の3人。まもなく12周終了、30番田中悟あと2周。さあ13番の中森竹春を間に挟んでの3位争いは浦田勲、小田光良、今田文彦、この3人の中で一番この週早かったのが1番の浦田選手、41秒97のタイムをマークしています。さあただし浦田勲の後方、再び6番小田光良が差を詰めます。まもなくファイナルラップ、30番田中悟先頭にファイナルラップです。2番手13番中森竹春、3番手浦田勲、4番手小田光良、5番手今田文彦、6位新田圭介、7位が長尾幸春、そしてまもなく今ちょうど8番手の浅野健二、9番手畑野忠志、10位の三島重則と通過。トップ間もなく最終コーナー。さあこれは順位に変わることなくチェッカーとなります。アバンティ決勝1位、3位浦田勲、4位小田光良、5位今田文彦と、ここも順位変わりませんでチェッカーです。